1516年から1517年のオスマン・マムルーク戦争は、エジプトを本拠とするマムルーク朝とオスマン帝国の間の2番目の大規模な戦争であり、マムルーク朝が滅亡し、オスマン帝国は、当地中海沿岸一帯、エジプト、及び公海東岸を征服した。戦争の結果、オスマン帝国は、主に、 アナトリアやバルカン半島のようなイスラム世界の周焉に位置する国からメッカ、カイロ、ダマスカス、アレッポといった都市を含むイスラム史の初期から重要だった土地の多くを包含する巨大な帝国に変わった。この拡大にもかかわらず帝国の政治権力の中枢はイスタンブールから動かなかった。オスマン帝国とマムルーク朝の関係は1453年の コンスタンティノープル陥落以来、対立的なものだった。両国は、高信領貿易の支配を求めて争い、オスマン帝国は、最終的にイスラム教の聖地であるメッカ、メディナ、エルサレムの支配権を握ろうと熱望していた。以前の紛争は、硬着状態に陥って和平が結ばれていた。1516年の場合、オスマン帝国は、他方面の懸念から解放されていた。 スルタン・セリム一世は1514年のチャル・ディラーンの戦いでサファビー朝を撃破したばかりであり、マムルーク相手に全力を投じることができた。シャーム地方とエジプトを支配する彼らを倒すことは、オスマン帝国による中東支配を完成させるために必要だった。マムルーク重騎兵1550年頃、フランス軍事博物館、戦争ではいくつかの開戦が行われた。 マムルーク軍はかなり伝統的で、主に弓矢を使う騎兵隊で構成されていた。オスマン帝国軍、特にイエニチェリは小銃を装備した、当時の最先端だった。マムルークはその伝統に誇りを持ち、銃器の使用をないがしろにする傾向があった。オスマン帝国は最初にアナトリア半島南東部のディアルバクルの町を占領した。マルジュガービックの戦いは決定的であり、 マムルーク朝のスルタンアシュラフ・カーンスーフ・ガウリーが殺された。オスマン帝国軍はおそらくマムルーク軍を3対1で圧倒した。シリアはこの一回の戦いでオスマン帝国の支配下に置かれた。ハーンユーニスの戦いはガザの近くのハーンユーニスで10月28日に発生し、再びマムルークが敗北した。旧重心式のオスマン帝国軍の連射砲。 16世紀、初頭を守るクアッサ、スルータンとしてのガウリーの後継者、アシュラフトゥーマーアンバイは、社会の様々な階層やベドウィンから兵士を必死に、重保し、さらにある程度の量の大砲と火器を彼の軍隊に、装備させようとした。しかし、土壇場のことであり、できることは限られていた。最後に、カイロの玄関口で、 オスマン帝国の司令官ハディムシナンパ社が命を落としたリダニアの戦いが起きた。この戦いではセリム一世とトゥーマーンバーイが直接対峙した。オスマン軍はマムルーク軍の後方から攻撃を仕掛けたためトゥーマーンバーイによって配備された銃器と大砲はほとんど役に立たなかった。この作戦は約100隻の船からなるオスマン艦隊によって支援され、 南進する軍はそこから補給を受けられた。数日後、オスマン帝国はカイロを占領して略奪し、カリフのムタアッキル三世を捕らえた。トゥマンベイはキザにて部隊を再編成したが、そこで最終的に捕らえられ、カイロの門に公主刑にされた。その結果、メッカの大使もオスマン帝国に従い、聖地メッカとメディナもオスマン帝国の支配下に入った。 オスマン帝国の勢力は、公海南部まで拡大したが、イエメンの支配は、部分的かつ飛び飛びであった。オスマン帝国の下部と、ハギア、イレーネ兵器省の国員入り、イスタンブール、1520年頃、フランス軍事博物館マムルークの文化と、社会組織は、地域レベルで存続し、マムルークの奴隷兵士の雇用と教育は続いたが、エジプトの統治者は、 オスマン帝国の軍事力に守られたオスマン帝国の総督になった。マムルーク朝の陥落により、ポルトガルとマムルーク朝の海軍同士の戦争は事実上集結したが、オスマン帝国はインド洋におけるポルトガルの拡大を阻止せんとする努力も引き継いだ。マムルーク朝の征服はまた、アフリカ各地をオスマン帝国に解放した。 16世紀、オスマン帝国の権力はカイロのさらに西の北アフリカの沿岸に広がった。海賊のハイレディン・バルバロッサはアルジェリアに基地を設立し、あと2534年にチュニス征服を果たした。カイロで囚われたムターッキル山世はコンスタンティノープルに連れて行かれ、軟禁されて後継者を決めることを許されないまま1543年に没し、アッバース朝は 完全に滅亡した。後年になり、彼がセリムの後継者であるスレーマン一世にカリフイを譲渡したことにされた。これにより、スルタンイコールカリフ性が確立され、宗教的権威はカイロからオスマン帝国の玉座へと移ったとされた。ありがとうございます。